はい、こんにちは、ともチャンネルです。皆さんね、あの 4K、8K 放送ってご存知です？最近になってね、最近になってっていうかね、放送自体は前からあったんですけども、一般的な放送はね、 NHK がちょこちょことやっていたらしいんですけども、今回12月だっけ、なんかもうそろそろ 4K、8K 放送が出てくるらしいんですよ。 4K、8K 放送ってね、でも地上波で出てくるわけではなくて、あの衛星放送の方でね、始まるようなんですよね。で、4K とか 8K ってなんだそりゃっていうね、人も多いと思うんですけども、その辺はね、自分で調べてみればすぐ出てくると思います。単純に言えば、綺麗な画面が見えるテレビ、見える放送ということなんですけども、じゃあ今のテレビがね、見えづらいとかね、汚い画像なのかっていうと、別にそういうわけじゃなくて、多分それにね、不満を持ってる人ってほとんどいないと思うんですよ。ね、画像が汚いとか映像が汚い、多分そんな風に思ってる人はね、テレビを見てる人はそんな風に思ってないんですよね。ただ情報が見れて、で内容がね、よく分かればそれでいいと思うんですけども、だからテレビのね、画像が綺麗汚いっていうのは別に誰も思ってないことなんだけど、そこからさらにね、画像を良くしようとかね、画像を見やすいとかね、情報量を多くしようとかって、そういうことをこう言うわけなんですよね。実際に今のテレビの中でこれ以上情報量が増えても何ら変わらないと思うんですよ。結局のところテレビっていうのは映像を見て情報が分かればその内容をよく分かると思うんですけども、映像が良くなったからそれらがもっとよくはね、分かる、深い理解が深まるとかね、そういったことにはつながらないと思うんですけど、でも 4K、8K 放送始まるんですよ。で、実際に何がね、こう 4K とか 8K で良くなるのかっていうと、画像以外、映像以外のね、良さってのはほとんど同じなんですよね、今のテレビと。で、逆に言えばこれ以上映像とかがね、良くなったとして、それを見分ける人がね、本当に見分けられるのかっていうことなんですよね。今のテレビでも十分綺麗なのは綺麗なんですよ。で、実際にフル HD と 4K テレビ、それで違いを見るとやっぱりね、多少の違いは分かるんですよ。で、特に画面が大きくなればなるほどね、その違いはもうよく分かるんですけども、画面が大きくなればとかっていう、この状況が限定された場面でのこの判断なのでね、実際に今持っているテレビがどれぐらいの大きさか、人それぞれなんですけども、その状況をね、確認できるほどの状況がね、分かるほどの大きいテレビを持ってる人なら、4K とか 8K でね、綺麗になったなって分かるけど、それ以外の人にしてみればそれほど大きな違いはないんでしょうね。だから今から 4K、8K 始まるよ、じゃあこっから先普通の今使ってるテレビが見れなくなるのかっていうと、そうではなくて、やっぱり地上波はずっと今の状態で当分の間行くと思うんですね。で、衛星テレビは、衛星放送は先行して 4K、8K 放送を流すと言っているんですけども、その、ね、先行してしかも流す。で、見るためには確かアダプターが必要なんですよ。今のテレビ 4K が映るよって言っても、それはね、放送を受信するために必要なものがまだ揃ってなくて、
そこからさらにアダプターを購入しなきゃいけない、もしくはそのアダプターが内蔵されてるようなねテレビがもう発売されてると思うんですけども、それを買うしかその衛星放送のね 4K8K というのは見ることができない。そこまでして 4K8K を見る必要があるのかといえば、私は今まだないと思うんですよね。で、現状の技術のレベルが 4K とか 8K が標準になってきたら、それはその時見ればいいだけの話であって、今ね、そういった機器が必要であって増設する、ね、技術、必要な技術がまだないから増設する必要がある場合は、必要な、ね、出費っていうのもまた増えてくるんですよね。そこまでして見るまだ必要はないんじゃないかと。で、その技術が普及すればもちろんね、値段も下がるだろうし、内蔵されてるテレビも普通に売ってくるであろう。まあ、その状況までね、待っていても遅くはないんじゃないかなっていうことなんですよね。で、考えてみればね、4K テレビっていうのも最初すっごい大きなテレビだけで、で、値段の方もね、バカ高かったんですけども、普通にこう普及し始めて少し経ったら、あのフル HD ねのテレビとあんまり変わんないような値段で 4K テレビっての出てると思うんですよ。で、そういうことも考えてみると、技術がね一般的に普及してしまえば、値段もねこなれて、それほどなんていうのかな、驚くほど出費も必要なくて、その技術が手に入ると、まあそこまで待つのがまあ普通の人ですよね。で、新しいもの好きで今すぐ欲しいんだっていう人以外は、だから今のね、テレビで十分間に合うと思うんですけども、あれ今なんか変なこと言ったね。最新の技術が欲しい人は、今買えばっていうかね、もう出てんのかな？衛星放送の 4K8K の技術をすぐこうね導入すればいいだけの話。それ以外の人は普及するのを待ってもね全然遅くはないし、必要なものはその時すべて簡単に揃うのでね、全く問題なく今の状況のまま、今の技術のままこう進んでいけばいいんじゃないかなと思うんですよ。で、結論から言えば、4K、8K の衛星放送、必要かどうかって言ったら、私はまあ必要じゃないと思っています。今はね。で、将来その技術がね、普通に普及してくれば、必要かどうかなんていうことを考えなくても、もう手元にありますのでね、普通に見れると思うんですよ。で、あとは今の放送がいつまで続くのかっていうことだけであって、デジタル放送になってね、またこれが切り替わりますので、テレビ買い替えてくださいっていうことにはな、つながんないと思うんですよね。だから今の状況のまんま進んでって、なんら不自由なく普通に見れると思うんですよね。だから、今このタイミングで 4K、8K 必要なテレビをね、買う必要は全くないというのが、私の、まあ判断かな。だから他の人はもちろんね、自分の判断でそれを購入してもらえればいいし、新しい技術だと言って 4K、8K を見るのもまあいいんじゃないかなと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタン、そしてチャンネル登録の方をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。おしまい。